まあ、サンダース全員好きなんですけども、特に日本人選手をね、特に頑張ってほしいなっていうのはあります。好きな選手は、トレイ・ジョーンズ、ジャスティン・キーナー、トレイ選手、野本選手のガツガツのプレーを見たいなと思って楽しみにしてます。It's pretty tough because we don't have any practice time. All we're doing is playing games, and then after the games we have to take the rest day. And then when we do have practice time, we can't really practice that hard because we have a game the next day, so we have to have our energy and be ready. So you just gotta focus and then try to play as hard as you can during the games. まあ自分たちのやるべきことっていうのを、まあ、昨日の前半はやるべきことはしっかりできてましたけど、後半相手に対応されたときに、まあ、どういったことを自分たちができるかっていう部分だと思うので、まあ、その中でもしっかりディフェンスをやることはもちろんですし、オフェンスの部分でもシュートが入らなくても、しっかりそれを引きずらずにディフェンスをしっかりやるっていうところが、まあ課題というか、今日の鍵になるのかなと思います。ホームで今シーズンあまり勝てていないので、まあ、そういう意味でも、まあ、そういった方たちのためにも、まあ、勝利を届けられるようにしたい。調子は悪くないと思います、個人的には。
Thank you.
2021シーズン株式会社アクションプラグステンレックス群馬グレンバーダー対横浜ビッグオフィオンセットご来場いただき誠にありがとうございました。次回のホームゲームは27日水曜日ここ大田市宇都宮公園新大会で三遠オリックスを対戦いたします。またのご来場お待ちしております。チケットご覧につきましては4階チケット室までお越しください。のプレゼントにつきましても、今回総合案内で対応します。次の試合終了後、3分間。自分たちがしっかりとプレーして、オフェンスもできます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう18 was a game you tried, I mean, you tried. I'm going to take a nap. 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 I'm going to take a nap.I always say any win is a good win. You know, if it puts one more in the win column for us, I think we should be happy at the end of the day. I think, you know, breaking records is definitely something you should be proud of. It shows that, you know, all the work that we've been putting in is paying off, that we're continuing to improve each and every year. So I think it's a step in the right direction. やっと、慣れてきたというか、ずっと4番5番でやってたんで、やっぱり、慣れない部分もあったんですけど、今もう4ヶ月ぐらいずっと、そのポジションの外でプレーしてて結構、慣れてきたっていうのがやっぱり何だろう、自信にもつながってますし、ああいう、少しなんですけど出場機会をやられてるのかなと思います。普段からワークアウトだったりこういう時にワークアウトしたりそういうことを続けてるので、そういうところでやっぱ自信につながってるのかなって思います。もっとガンガンやっていいと思うので、ちょっとまだ遠慮してるところあるんで、そうするとここでもうちょっと、もうちょっとやれるところあるかなと思います。